ヤンキースの文監督が、大谷翔平を評価、打席に立つときには、そんな雰囲気があるヤンキース11位5エンゼルス、日本時間30日ニューヨークエンゼルスの大谷、翔平投手が29日、日本時間30日、敵地でのヤンキース戦に、2番 DH で出場しに、打席連発となる27号ソロ、28号にランを、放った、 敵将アーロン・ブーン監督は、見事だった。彼は別次元に向かっていると最大級の惨事を、送った。大谷翔平は、初回の第1打席は、右肘に倒れたが、3回の第2打席で、右翼席へ3試合連続となる27号ソロ。さらに5回の第3打席でも、弾丸ライマーで、右翼席へ運ぶ28号にランを放った。 ヤンキースタジアムで2003発と大暴れの二刀流に、ブーン監督は、彼は、と言葉に詰まりながらも、見事だったと称えるしかなかった。これまでも、大谷翔平を評価していた、指揮官だが、数年前に初めて見たときも強い印象を受けたが、彼は別次元に向かっているように思える。打席に立つときには、 そんな雰囲気があると改めてその才能を高く評価していた。大谷翔平は世代を代表する才能を野軍司法ジャッジ絶賛全部打たれる気がする1日に東田同時出場のリアルに刀流で今季初対決対策を練っているよ。エンゼルスの大谷翔平投手は30日日本時間7月1日の敵地アンキース戦で東田同時出場の リアルに投流で、今季12度目の先発を果たす。アーロン・ジャッジガイアッシュは、対戦を心待ちにしている様子で、彼は世代を代表する才能の持ち主だ。間違いないねと称えていた。大谷翔平は29日、同30日の同戦で2打席連発となる27号ソロ。28号、2ランを放ち両リーグ単独トップに踊り出た。 28日からヤンキースタジアムでの4連戦が始まったが、これで2003発と勢いは増すばかりだ。この日の試合後、ジャッジは大谷翔平について問われると、今年、彼がやっていることはスペシャルだし見ていて非常に感銘を受けるよ。プレート上に来た球は全部強打される。 そんな感じがするんだと大絶賛。今季は二刀流を完全復活させ、打者としてメジャートップの28号。投げても11試合に登板し3勝1敗。防御率に58の成績を残している。今シーズン初対決となるが、彼は世代を代表する才能の持ち主だ。間違いないね。 明日は、投手として対戦するけど強烈な速球を持っている、ことは分かっている。私たちは対策を練っているよと心待ちにしていた。大谷翔平2発にアンキースジャッジ、かなりインプレッシブだこの日27。28号の2、本塁打を放ち30日の試合に登板する、エンゼルス大谷翔平投手、26、2、 ヤンキースの監督、選手らが圧倒された。ブーン監督は、大谷翔平のことを問われると、彼は、インプレッシブ、印象深いまたはすごいだと笑みを浮かべた。数年前に初めて見たときも、印象深かったが、今は、もう一つ上のレベルになったという感じがする。彼が、打席に入ると、 恐ろしさを感じると話し。し7回の打席は6点を追う状況で奏者もいなかったが、彼を打席に迎えるときはそのような状況でお願いしたいと笑った。この日、自身も18号本塁打を放った司法アーロン・ジャッジ29も笑みを浮かべながら18、19年にも彼を見る機会はあったが、 今季彼がしていること特にこの2試合はかなり、かなりインプレッシブだとコメント。球がストライクゾーンに来れば打つし、しかもハードに打つ。ミスショットでさえ、深いセンターまで飛んだと簡単。彼がしているのは、1世代に1人できるかどうか、それくらいのことであるのは、 間違いない。明日。彼が、マウンドに上がるのを楽しみにしていると話した。この日、大谷翔平に2発浴びた、先発1、ジェームソン対4、29、は、打たれたのは結構良い球だった。信じられない打者。今絶好調だし、僕にとっては対するのは難しかったと振り返った。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。